マッキーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。YouTuber ベーシストマッキーです。今日はね、このね、カンボジアにこの間ね、行った時にね、ちょっと購入しました、このカンボジア大根を使ってね、ちょっと、ね、リズムトレーニングをね、やろうと思います。これね、こういうのでね、ちょっとね、スラップの練習とかできちゃうんですよ。左手のゴーストノートと、右手のこのサムですね。このなんかね、サムピングの時に、こう、なんですかね、すぐに離す、こう、離す音とこう、スッとこう、押さえ込む、このなんですか、振り抜き走行でね、こう、サムピングを弦を通過させる、振り抜き走スタイルっていうのがあるんですけど、その時にこう、押さえる、パチっていうこのミュートのかかった音と、この、すぐに離す、このフリースタイル、このフリースタイルの方法、すぐ弦から離す、この叩いた後に離す方法とね、この2種類のね、サンピングをね、駆使しながらこうやってやるんですね。この左手ゴーストをしっかりと鳴らせるように。という感じでね、今日はね、このね、左手ゴーストの、打楽器の感じとね、右手のサムピング、この、なんですかね、弦からすぐ離すパターンと、こう、押し込むパターン、ドン、トッ、ドン、トッ、ドン、トッ、こう、押し込むパターンと、こう、すぐ離すパターンで、こう、音をね、使い分けるね、これもね、スラップの奏法の練習になりますのでね、こういうね、こういう打楽器とかに合わせてやると思う、ね、結構意外と、これの僕流のね練習法になってますね。ちょっと皆さんもこれ、試しにね、何でもいいんでね、こういうね、カンボジアの太鼓でもいいし、なんかちょっとした小さな太鼓でもいいし、何でもできますんで、ね、まあ、バインダーとかでもね、こういうので、僕はバインダーとかでもこうやってパチパチ練習してました。こういう感じでちょっとね、皆さんね、このね、やってみてはいかがでしょうか。ちょっと僕流の、スラップの練習法でした。マッキー流モテるベースメルマガはこちら。 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。